皆さんこんにちは。楽天競馬をパワーアップ、ポインともらっちゃう娘、ポームスの津田まりなです。森永真彩です。よろしくお願いいたします。お願いします。今回は楽天競馬プレゼンツ直前予想 YouTube 番組特別版といたしまして、12月10日月曜日に水沢競馬場で行われます第31回ダービーグランプリの予想をお送りしていきます。それでは早速ゲストをご紹介いたしましょう。横山ルリカさんです。よろしくお願いします。改めまして、サンスポズバット競馬イメージキャラクターの横山ルリカです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとポに対抗して、あ、ズバットで、ズバットで、ズバットで、ありがとうございます、うん、ちゃんと3人で、まあ、改めてになってしまいますが、はい、ズバットってどういうコンテンツなんですか？はい、サンスポズバットはですね、地方競馬の情報が本当に盛りだくさんで、うん、新聞ではもちろんなんですけど、スマートフォンの方でもたくさん情報を見ることができますので、はい、片手でその情報を見ながらこう予想したりとか、うん、お好きな方を選んでいただくことができます。なるほど、はい、いや、そのサンスポズバットを見ればどの馬を買いたいかが見えてくるってことですね。見えてきますね、うんうんうん、やっぱりこう地方競馬っていろいろ知りたい情報たくさんあるけど、うん、ちょっとね、知れない時とかもあると思うんですけど、はいはい、そういうのをちょっと力を入れて今回サンスポズバットやってますので、ぜひ皆さん注目してみてください。はい、ありがとうございます。まあ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回はダービーグランプリということで、うん、まずは出走馬を見ていきましょう。はい、はい、このようになっておりますが、ルリカさん、はい、どういったところにポイントしていますか？注目しているのはどこでしょう？そうですね、でも今回山のファイトが出ないのがちょっと、うん、ね、そうですよね、残念だななんて思いつつも、ちょっと小投数ですけども、うんうん、でも山のファイトがいてもいなくても本命は変わらなかったので、あら、はい、そうだったんですね。ちょっと楽しみにしてます。気になりますけど、気になりますね、はい、まあ、注目馬たくさんいますし、はい、地方のダービー勝ってきた馬ももちろん出走してきますから、うんうんうん、ね、そうですね、はい、じゃあまずは印から、はい、伺っていきましょう。はい、お願いいたします。はい、私の今回のダービーグランプリの印はこのようにしました。はい、二重丸はチャイアプーンですね。おー、チャイアプーンになりましたか？はい、チャイアプーンはサンスケスポーツ杯の戸塚記念、うん、でこう鮮やかなこうまくりを見せた、いや本当に、ね、強かったです、ね、はい、強かった馬なんですけれども、はい、この馬は今年水沢で行われた岩手のダービーで 2000m を経験してるっていう点が一番いいかなっていうことと、あとやっぱり戸塚記念の立ち回りですごくこう器用な馬なんだなっていう、すごい立ち回りがうまい馬なんだなっていうふうに感じたので、今回水沢競馬場小回りになると思うんですけども、その小回りになるっていうのも器用な馬だったらすごい立ち回りが生きてきそうだなっていうふうに思いますし、あと水沢では4戦4勝なんですよね。そうなんですよ、本当に負けなしっていう感じで強いなと思いますし、小塚田賞では負けてしまったんですけれども、両馬場でのタイムで断然だったんですよ、レースレベルが。小塚田賞についてはもう負けでも、もうなんかどっちが勝ったかわからないぐらいのすごい直線マッチレースでしたね。そう、あれが本当にそのレースレベルが高いなっていうふうに思ったので、これ軸は一番この馬がいいかなと思うので、まあ、山のファイトが出ててもここから馬券は買いたいなってずっと思ってたので、ちょっと逆に残念ですね多分向こうは人気になると思うので、はい、これが本命にしたいと思います。はい、そして対抗は、はい、コーナスフロリダですね、うん、これも向こう上面でまくってって先頭に近いところにつけるっていうのが勝ちパターンになると思うんですけど、はい、今回山のファイトが出てこないことで、まあ、まくりやすくなったのかなっていうふうに思うので、うんうん、競馬がしやすくなったのかなっていうふうには感じます。でも前走綺麗にこうまくりすぎちゃったので、逆にこう警戒されてるかなっていうところで対抗、鮮やかでしたもんね、うん、すごかったので、はい、でも強いと思うのでこれも対抗ですね、はい、そして黒三角まで上げていただいてるんですよね、はい、黒三角が、はい、これは栗の響きですね、はい、これはもう前走はちょっと距離があまりにもちょっと短かったかなっていうことで、足をきちんとこう溜めることができればしっかりとこう素足を出してくれる馬なので、内に入ったら対抗にしたかったんですけど、ちょっとまあ内枠を引けなかったので黒三角でも、やっぱりこのメンバーの中では上位だと思うのでこの3頭買いたいと思います。はい、マイナーさん、この枠順の差っていうのはこのレースある方なんですか？まあ、頭数も、ね、少ないですし、そんなにないんじゃないかなと。で、水沢開催になったこの6年間を振り返ってみても、うん、まあ、内枠の馬も外枠の馬も来てますし、昨年勝ったスーパーステーションは8枠11番
2着に来たのが1枠1番のフリビオンで、まあ、レース展開にもよると思うんですけど、そんなにコースあんまり、ね、有利不利ないのかなっていう印象ですかね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、あっという間ではありますけれども、はい、もうエンディングになってしまう。早っすごい早いんですけれども、ね、まだまだね聞きたかったんですけれども、ちょっとねそれは、はい、残念ながらお二人の予想はまたこれから後で、はい、そうですね、ことですもんね。はい、はい、さあそんなダービーグランプリなんですけれども、楽天競馬では日替わりキャンペーンといたしまして、12月10日月曜に行われますダービーグランプリを購入していただくと、なんと 10% 楽天スーパーポイント還元のキャンペーンを行っています。はい、エントリーを忘れずに、ぜひこの機会を逃さないでください。楽天競馬でもぜひご購入いただければと思います。はい、そして先ほどルーリーにご紹介いただいたサンスポズバットなんですけれども、はい、うん、楽天会員の方はサンスポズバットの地方競馬有料コンテンツ、なんと無料で、無料でございます。無料、ありがとうございます。無料大好き、ありがとうございます。無料大好き、無料大好き、大好き、大好き。楽天会員の方はサンスポズバット、ズバット使っている方も楽天競馬をぜひ両方お得に便利にご利用いただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあそれではエンディングに参りましょう。はい、楽天競馬をパワーアップ、ポインともらっちゃおう娘、ポームスト横山瑠璃香でした。ありがとうございました。すいません、シンプルでパワーアップ楽天競馬、スタミナ、パワー、スピード、楽天競馬なら簡単ポイントたまる。パワーアップ楽天競馬。